はい、おはようございます。今日は3月28日朝5時48分の相場解説になりますね。今日土曜日なんで、相場ありません。ただ今までの流れとこれからのことをちょっとお話していこうかと思います。まずはですね、もう思い出深いこの三角形ですね。この三角形通常はですね、上に抜けるんですよ、こういう風に。でも私もね、上に抜けると思って待っていたんですけども、そうならずに下の方に抜けたんで、もうこの辺からですね、これは下抜けの方だなと思って、エントリーしました。まあ最初はね、恐る恐るのエントリーだったんですけども、現在ね、ロットは5になってます。凄まじいでしょ。どういう風に言ったのかというと、ここから入って、この辺りで利確するじゃないですか。で、もう一波来そうなんで、また入るわけですよ。追撃ってやつですね。で、ここでまた N を書いているところが見えたんで、まあこの反転目でですね、ロットを切り替えて、下の方にまたエントリーするわけですよね。で、ここでね、星野さんが入ったのがすごい。これはね、私もちょっと怖くて入れなかったんですよ。ここでね、まだ下がると思ったんで、ここで買いで入れるセンスはやっぱりすごいですね。中丸トレーダーも入れなかったって言ってましたんで、気持ちわかります。それはすごいですよね。で、ここでね、また N が出るわけなんですよ。星野さんと Facebook でやり取りしてるときに、これ N が来るなと思ってたんでね、待ち構えていたんですけども、残念ながら私はですね、寝ましたんで、エントリーはしてなかったんですけども、まあ、今起きたら、予定通り N になってるなってことですよね。まあ、ですんで、これはね、一つ、もうずっと下がるんですよ。うんで、転換するまでずっと下がります。転換っていうのは、例えば、下髭の束っていうのを、この前お話しましたよね。下髭の束っていうのがありました。これです。下髭の束が出るまでは、ずっと下がりっぱなしなんで、それまでは警戒心なくね、どん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 、売りで攻めていけばいいと思います。ただ、途中でですね、この N が出ますんで、N が、ちっちゃいのとかね、そこそこ大きいのとか、これは警戒した方がいいですよ。これが変わったのかなと思って、ロスカット食らってそのまま見ていると、さらにまた下に下がりますんでね。昨日の星野さんのセンス、本当良かったなと思いますよね。いや、あんなことができるようになったんだな。本当すごいですね。まあ、今回ね、巨大利益を。私は、いただきまして、本当に、ホクホクでございます。で、私の相場解説見ていて、この三角形のあたりから見ている人っていうのは、このね、ゴロットで入れる度胸があるかどうか別にしてですね、資金量が。証拠金維持率っていうのが変わってくるんで、いきなりゴロット入れないですから。私は最初1で利益が出たんで、1.5 にしたりとかね、それから2にしてっていうので、小刻みにやっていって、で、プラス資金も入れて5とかにして勝負したわけなんですけども、もうね、この土日、そして月曜日で、またまっさらにしようかと思いますけども、月末が来るんでね。いや、3月はむちゃくちゃ、あれですね、とてつもない利益が出ましたね。本当にね、世の中苦しんでる時に FX をやってると、もう本当ワクワクするっていうかね、なんかすごいことになりますね。すごい、とにかく。はい、それでね、売りにかけていればいいよっていう話をした後で、なんでかなってことをお話しします。これ、日足なんですけども、見てください。日足のね、一番右側があるじゃないですか。これ、青いやつ。上髭出してますよね。上髭出しつつ、下の方に進んでいます。で、その、もう一個横ともう一個横の、陽線見てください。陽線ね。この陽線の動きなんですけども、どっから来てるかっていうと、長い下髭で上に突き上げられてるんですよ。で、もう一個、長い下髭で上に突き上げられてるんですよ。で、ちょっと難しいと思いますけども、上髭が並んだところから、下落が始まってるんですよね。そうすると、この2本の陽線の、この、ここまでは私はノンストップで行くと思ってます。104円あたりまではずっと売りにかけていきます。もちろんね、リスクヘッジしながらですよ。ロスカットラインを引きながらですよ。だって、必ずそうなるっていう風になってるわけじゃないんですよ。この陽線と同じところまで下がるというのは経験上私が考えてるだけであって、確かにそうなるかどうかってのは全くわかんないですよね。でも、なる確率が高い、蓋然性が強いんで、そちらの方に、ロットを振り向けて、で、ロスカットラインもきちんと、揃えるわけですよ。で、リスクリワードは 1.3。これは変えません。1.3 なんで、例えばね、1万円で3万円を取りに行くっていう発想は変わりません。でも、それの倍率はね、2万円で6万円を取りに行くとか、3万円で9万円を取りに行くみたいに、ロット調整してるだけなんですよ。だからね、これはね、かける意味があると思います。いきなりロットを増やしちゃダメですよ。例えば、3000円買ったから、今までのロットを3000円分、ロスカットラインを広げていくって、こういう発想なんですよ。
これをまたね、講義の方でやりますんで、お楽しみにされてください。さあ、中村トレーダーと一緒に、この4月から、4月の何日からかね、まだわかんないし、調整中なんですけども、おおむね、OK になりました。ただね、どういうふうな形でやっていくか、どのぐらいの人数を募集するかってことはね、なかなか決まってません。とりあえず、速稼塾プレミアムファイナル。これもう、パート3になりました。ファイナルでね、がっつり稼げるような、こういう時だからこそ、しっかりと在宅で勉強してですね、稼げるようになっていきましょう。本当にね、FX で諦める人が多すぎるんですよ。FX に限らずなんですけども。諦めて道が開けないでしょ。絶対やった方がいいですよ。だって、別にね、速稼塾のプレミアム入って FX 学んで、3ヶ月の受講期間終わりました。延長して6ヶ月です。いやいや、1年やりました。延長料金かかりますかってことですよ。かかんないんですよ。あなたの気持ちだけですよ。3ヶ月ダメなら次の3ヶ月、6ヶ月をやっていくと。6ヶ月ダメだったら1年を覚悟していくっていう風なね。そういう風な、もうやめない精神っていうのがない限りは、どうもビジネスってついてきてくんないですよ。お金っていうのは。諦めた人にはもうお金はついてこないです。諦めたら試合終了っていう風なね、漫画がありましたけど、まさにその通りですよ。私はね、諦めずに来たんで、3年でこんなになりました。もう恐ろしいぐらいです。去年の自分から想像もつかないですし、おとといの、自分からはもうとても想像つかないです。そしてもっと言ったらですね、2015年まで私は麻雀屋の人間ですよ。FX とか金融とか全く別の世界で、もう、なんと言いますか、雲の上どころじゃなくて想像にも昇らなかったところから来てるわけですよ。2015年麻雀店閉めて、5年経ちました。今私はね、トレーダーですね、完全に。いつの間にか。どうなってるんでしょうか。本当に世の中ってのは面白いですね。5年と言いますけどもね、私、2017年から、FX スタートですからね。与沢翼さんのジーバル BS に入って、いや、なんとかね、這いつくばってきたら、仲間のトレーダーに、さらに、ちょっと力をいただいて、って感じでしたね。いやー、苦しかったですよ。ちんぷんかんぷんでしたからね。今これだけ相場解説ができるようになって、しかもその自分の解説に自分で乗っかってですね、利益を毎日出せていると思ったら、いやー、本当にね、諦めなければたどり着けると。うさぎと亀の競争みたいですけども、私はね、うさぎのようにはいかなかったですけども、でも今は亀でもないですね。うさぎの速度をもってして、しかもサボらないというふうなね、最強のうさぎと亀になったのかなと思います。まあでも油断は禁物です。ロスカット、それからリスクヘッジは必ずしていこうかと思います。それではまた。